秋月は、海上自衛隊の護衛艦、秋月型護衛艦の一番艦。艦名は、秋の月に由来し、旧海軍の防空駆逐艦、秋月型駆逐艦一番艦、秋月、海上自衛隊の自衛艦隊及び、護衛艦隊機関を務めた秋月型護衛艦、秋月など伝統ある名称であり知名度が高い、ことから選定された。なお、 この名を受け継ぐ日本の官邸は三代目にあたる。秋月は、中期防衛力整備計画に基づき、平成19年度計画5000トン型護衛艦2244号艦として、三菱重工業長崎造船所で2009年7月17日に、寄港され、2010年10月13日に命名、浸水、2011年7月28日に、 講師開始、2012年3月14日に、就役し、第1護衛隊軍第5護衛隊に編入された。提携校は、佐世保基地。2015年7月5日、第22次派遣海賊対象、行動水上部隊として、護衛艦、沢切と共に、ソマリア沖、アデン湾に向けて、佐世保基地から、出港、任務を終了後の同年12月18日に、 帰国した。2021年4月18日、第5次派遣情報収集活動水上部隊として、佐世保基地から出港。乗員全員に対し PCR 検査を実施すると、ともに日本近海において14日間にわたり、訓練等を行い、乗員の健康観察を実施した後、中東方面に向け進出する予定で、予定通り進めば千二十一年五月後半には、 鈴波から任務を引き継ぐ。左前方から見た、秋月右後方から見た、秋月髪型から見た、秋月。ありがとうございます。